社長さんのプロモーションを妨げるようなことがあった場合は、おはようございます。本日の動画はですね、新本さんっていうね、茨城からトラで有名な方にね、質問とか、今後どうしていけばいいか、どうやったらリベンジできるかみたいなのをね、聞く動画となっております。ちなみにちょっとまあ本当は新本さんと対話する上でもうちょっと元気よく接したかったんですけども、体調壊してた影響でちょっとかなりローテンションになってますが、新本さんのね、ありがたい意見を聞けたので、ぜひね、令和の虎関連でね、僕を見てくださった方もね、いらっしゃると思うので、ぜひね、新本さんとの対談動画、ね、新本さんチャンネルの方で多分パチンスロのね、動画も上がってると思うので、ぜひ皆さん見てください。というわけで、どうぞ。どうも皆さん、いかがお過ごしでしょうか。小屋通りでございます。まあ、僕、たまたまね、この間、令和の虎に出たんですけども、今回はこうパチスロの権威、アンパンマンは著作権フリーの名言で有名な新本さん、みんな俺の名を知ってるか、アンパンマン著作権フリー、俺の代名詞でも、俺は本当はパチスロ王、イエイ、新本です。やっぱりこう僕がね、こうこれから成長していく上で、あそこにね、空気のやつがいるからね、マジで。で、ヘッドホンつけたら分かんないよ、そこで本当に。ちなみに横には、うん、プライトさんっていう人がいます。っていう風に俺はちゃんと言ってあげてるから優しいんだよ。はい、お答え。僕は大学生で、まあ、ギャンブルとか大好きなんですけども、ちょっとメランコリックな気持ちになっちゃったのもパチンコに勝てないからなんですよね。ってことで、パチスロはみんな勝てるギャンブルだよ。はい、でギャンブルですらね、っていうことらしいので、うん、今日はちょっとね、新本さんにパチスロのこと、パチスロの勝ち方とかね、アンパンマン著作権フリーのね、真相を聞きたいと思うので、はい、よろしくお願いします。ということで、お願いします。よろしくお願いします。なんでアンパンマンは著作権フリーって言っちゃうんですか。さあ、アンパンマン著作権フリーね、結構いろんなところでも言ってるんですけど、はい、僕がその令和虎出た4年前、一番最初の回のやつですね、はい、出る前に非常に近しい人がいて、はい、その人に今度令和虎に出るんだっていうことをよく相談してたんですよ。でそれでいろんな作戦を練っていく中で、じゃあ店頭に詰まったらなんかネットナッツとか使えないかなみたいな話になって、あじゃあなんかその、まあ、子供向けのコンテンツだったらアンパンマン著作権フリーだからそれ使ってみたら的なことをポロッと言ってたんですよ。あ、うん、でそれを僕が覚えていて、まあなんかその本編の中で、まああいう感じでずっと詰められていたので、じゃあなんか使えるんじゃないかなってことでふとピコンってなったのがあのアンパンマン著作権フリーとかで使えるんでっていう、まあ、フレーズだったんですけど、まあ、結果そうじゃないので、ね、もちろん言われますよね、うん、っていう話っすね。じゃあ新本さんは逆に友達の言うことをそっくりその信じちゃってた、まあ、いわゆる、うん、ピュアなことだったあるみたいな感じですか、うん、というかあの友達ですらなくて、まあ、あの誰かは言わないですけど、めちゃめちゃ僕に近い人なんですよ。なんなら今でもずっと会ってる人なんで、その人の言うことを基本信じるじゃないですか、うん、疑うってことをしなかったってことは僕にも落ち度がもちろんなって、それは良くないんですけど、まあだからその人の言うことをやっぱり信じられる人なんで信じて、まあ、調べもせずに言ってしまったっていうのは僕の一番のミスですね、うん、確かに。まあ僕もなんか近しい人の言うことだったら結構信じちゃいますね、うん、なんか嘘つきとか虚言癖みたいな、あいつ虚言癖抱えてるとかって言うんですけど、いや僕今の話聞いててパチスロでなんか障害収支プラス 8K だとかね、こうアンパンマン著作権フリーって言った理由考えたら全然嘘つきとか虚言癖とかそうじゃないなって感じました。ネットの偏見に対してどう思いますか。なんかこう僕はこう学歴中とかギャンブル依存って言われてるんだけど、もうあらかた解消してるんですよ、こう令和の虎出演時点で。ギャンブル企画も節度を持ってやってたし、こう学歴値 もう高校時代のすっごい学歴コンプがひどかった時代の時であって、だから基本的にもうなんか、解消してるっていうか、もう学歴なんて持ってても僕みたいになっちゃダメだよみたいな感じに言ってるんですけども、なんかこうネットの変な偏見って嫌です。
その偏見に関して、うん、偏見に対してですね、うん、僕の結局偏見とか、まあ、あの4年前が一番ひどかったんですけど、それはまあ令和の虎っていうその番組が作ったイメージがそのまんまみんなに投影されてて、うん、でこの人の本質はこうだって皆さんが思ったからそういう風に言ってるってだけなんですよね。で僕の方でも、まあ、最近ね去年リベンジ版っていうのを出させていただいて、本来の自分はこういう人間であると、うん、いうことを、まあ、お伝えできてきたので、今僕に対する偏見っていうのはあのほぼなくなっていると思っています、はい、で一部でなんかそのやっぱりこいつは好きになれないとか嘘好きだっていう人がいるんですけど、それはもはやその人自体が嫉妬で言ってるような感覚だと僕は受け止め方です。なるほど、嫉妬ですか。嫉妬ですね、多分。だからあのやっぱり4年前の僕ってそのバカにされるというか、よくギャンブラー用語で飯馬って言うんですけど、なんか負けてる人を見てこいつアホだな、十何番負けやすぜめえ見るみたいな風に言ってる人はね笑うのが飯馬って言うんですけど、うん、そういう感覚だったんですよ。あ、ただ現在の僕って、まあ、やっぱりそのいろいろな人と関わらせていただいていろんな事業もやって、まあ、今日もねあの僕主催のバーとかやってるんですけど、まあ、それを見てもうこいつ飯馬じゃねえなと、逆に飯馬じゃんって言って、ね、ネットの、ね、この間ねあのリベンジ版のコメントとかにもすごいいいコメントもらってまして、本来もうバカにできないやつになってきたっていうので、こいつクズだったんじゃねえの、追い抜かれたな俺っていう、本当に心の狭い方がそういう嫉妬のコメントしてるなっていう感覚ですね。すごいですね、このメンタル。僕もちょっと動画の中では結構明るく振る舞ってるけども、なんか結構どん底っつか、まあこれ撮ってる時は本当に結構辛い時だったんで、うん、もうこう動画終わったらシュンってなっちゃうんですけど、まあでもなんかこう新本さんの話聞いて、あ、僕もこういう風なネットの偏見と戦ってみんなに受け入れられる人物にならないのなっていう思いました。新本さん、ありがとうございます。いや、とんでもない。本当にね、なんかそういう、なんか結局あの一番その無責任なことを言えるのがあのインターネットの書き込みってやつなんですよ、コメント欄とか。だからその人はもう今開示請求とかあるけど、滅多なことでは起こらないので、多少こいつ叩いても大丈夫だ、別にこいつともう一生かかることないから、こんなクズ、ケチョンケチョンにクズをクズを言って何が悪いみたいな、あ、見ろ人がゴミのようだとか言っても OK なわけですよね。そう、十分あったそうね、だからそういうことを人と面と向かっては言えない人だからこそそういうところで言ってるってことは多々あるので、だ実際なしで言うと開示請求された人とか結構話を聞くんですけど、無職で50代で何もやることがなくて人の悪口を書くことだけは楽しみだったとかって結構いるんですよね。あ、うん、なんでそういう人に何か言われても全くこちらとしても真剣に受け止める必要がないし、ぶっちゃけて言うと自分よりもレベルが低くてどうしようもない人間なわけですよ。だからそこの言うことをまともに聞くっていうのも要は変な話で、じゃあ見てくれる人のことをちゃんと話せばいいみたいな、うん、そうですね、うん、だから本当にネットの意見っていうのはしっかり聞くべき意見のアンチと全く聞くべき意味がないアンチっているんですよ。もう僕はもうそれは結構長くやってたというか、いろいろそういう対応してたんで、もう見た時にあのこの人は意味のないアンチの人だなっていうのが分かるんですね。なるほど、じゃあ僕も結構まあね、うん、小屋のりチャンネルまあこうまあいろいろと言われましたからね、こうアンチもね、あのファンもいると思うんですけども、聞くべき意見のアンチと聞くべきでないアンチの違いってどういう違いがありますか、ね、そうすると聞くべきでないアンチの意見の話をしたら分かりやすいと思うんですけど、あ、まあまずひたすら自分の言いたいことだけを書いている、はい、こいつはなんか臭そうだな、いや実際そんなんいや会ったことないかわからないなってことを自分の意見だけで書いてる人ですね、うん、まあ、そういうのはもう完璧に聞くべき意見のない人で、特徴があって捨てやかで書いてます。チャンネル登録とかいるじゃないですか、はい、0人とか1人とか2人とか、はい、いうのがほぼそういうどうでもいい。なぜかというと、例えば自分の個人情報を持ったアカウントでそれを書いてしまうと自分との攻撃が来る可能性があるわけですね。だからそれを回避するために基本的にはそういうやかでコメントを書いてます。なので僕は結構ね、その辛辣なコメントとか見て一応確認するんですけど、チャンネル登録何人かとか 98% ぐらい捨てやかっすね。やっぱりチャンネル登録者何もいない、そうだから、いつそのアカウントがなくなってもいいよ、だ逃げれる体制をしている人がそういうどうでもいいコメントを書いてます。確かなんか小屋のるチャンネルのほとんどの視聴者もなんか結構有益な意見書いてくれる人はちゃんとアイコンとかしっかりしてるけども、
結構辛辣なことを言ってくる人はなんか初期状態のまんまなんで、うん、あだから本当にそのためになるアンチの意見っていうよりはもうだからそこを見てもうなんかこいつはどう考えてもあの参考にするべき意見に値しないっていうふうに判断するって方が分かりやすいですね。なるほど、うん、ありがとうございます。ちょっと令和の虎のこの内部の話にしたいんですけども、はい、なんか新本さんなんかこういろいろ言ってたけど令和の虎って結構闇深いんですか。僕もちなみに結構いろいろカットされてるんですけど新本さんとかもカットされたりとか、はい、カットされたっていうのは僕は4年前のその動画に対してやっぱりその自分がああいうイメージをすごい作り上げれるのが嫌で嫌で、まあ、結局ああいう風にコメント欄に叩かれて僕はすごい嘘つきアンパンマン佐々木のフリーみたいにまあやっていただいたわけですけど、まあ、それに対してちょっとあのいや恣意的な編集をして僕を悪く見せようとしてますっていうのは動画で昔言ったことがあります、はいはい、で事実令和の虎ってあそこに出てる社長さんのプロモーションなので社長さんのプロモーションを妨げるようなことがあった場合は容赦なくそこはカットされます。ああ、はい、だから小山さんもさっきお話聞いたんですけどすごい自分では使ってほしかったとか使ってくれなかったとかそれは結局その発言を出してしまうと社長さんのイメージが悪くなるんでカットされたっていう。基本はお金を出してもらって出演していただいてる顧客の優先度で言ったら出てもらってる虎の社長さんの家なんですよ。なんで社長さんに有益なことは使って不利なことは使わないっていうのが令和の虎の編集の基本です。これからなんか出演しようとかって考えてる人はそういうふうにやっぱ気に抜かれるリスクがあるんでやっぱりこうしっかりとしてことをお勧めします。ちなみに僕はまあ受験生版出てみて分かったけどもこのままの受験生版だったらばちょっと、うん、僕があそこに出て分かったけどもあまり、うん、ちょっと行く意味ない。こう僕がこう ああいう感じになってしまったのもちょっと途中えって思うことがあったんで、まあ、これはもう言えないんですけどまあ2人のところにしておきます、うん、でも小山さんのね僕受験生版拝見させていただいたんですけど、はい、結構ねあの目の付けどころとか良くてその学生版にしたいところとかねすごいいいコンテンツだったと思うんですよ。ただやっぱり見ててなんかああいう感じの編集にされちゃってるああいう感じの着地点に落ち着いてるっていうところはやっぱり今ああいう志願者を運営が欲しくなかったそういう風ななんか問題提起するようなやつはもういらないよっていう意思表示っていう感じがします。あれはなるほど、うん、だからそういう風な懲罰的な編集にしてこいつは変なやつだっていうイメージを植え付けたいっていう編集に僕はちょっと見えました。はい、はい、ありがとうございます。しもさんちゃんと元志願者としてここの話ちゃんと理解してくるんでありがたいです。最後に僕についてのアドバイスとかあればし、やっぱねちょっとねこう僕もいろいろ言いたいことがあるんでリベンジしたいなっていうふうに思ってるんですけどもちょっとまだまだ未熟なね、僕に対してのアドバイスよろしくお願いします。そうですね。でも小山さんアドバイスというよりはすごい頑張ってらっしゃるんで、はい、普通に外野の意見を聞いて聞きすぎず自分らしくやっていくことが大事なのかと。でせっかくねこの令和の虎関連でいいコネクションができていると思うのでわからないとこは先輩に聞いてで間違ってるとこは間違ってるって言ってくれると思いますので本当に信頼できる意見をチョイスして聞いていくっていうのをやってくれればいいと思います。はい、はい、ではありがとうございました。はい、小山君よろしくね。よろしく。頑張ろう。はい、ありがとうございました。じゃあね。じゃあね。めっちゃいい人です。じゃあね。パチンコスロットで、うん、障害収支プラス8桁とか言われてますけど本当ですか。あ、それ結構前に言ったやつなんですけどこれ絶対嘘じゃないんです。本当ですね。はい。